はい、 J チャンネル J です。今回ギターコードですね、ギターコードをやってみたいと思います。 D ですね。 D のよく出るんですけど、簡単そうで難しいという感じの D の、D 音 F シャープというのがよく出てくるんですね。 D に、6弦のこのね、2フレットでこれだけです。だけどこれのポイントは、5弦を弾いちゃいけないというね、非常にこう難しい感じなんですけど、こんな感じですね。でこれをね、弾き方をやってみたいと思います。正式なのはちょっと分からない。僕はね、この6弦をねミュートしないでこう弾いて、その後5弦を飛ばして、こういう違いはこのベース音が入るだけです。よく出てくるんですね。 D とこの、ね、D なんだけど、このベース音が出てきます。この親指のねミュート、こんな感じ弾いても大丈夫だと思います。ぜひねやってみてもらいたいと思います。よく出てくるのは、糸ですね。バンクバンドかなんかのね、須田くんがやってるやつの感じで、私たちはのとこですかね、のとこでよく出てくるんですけれど、なぜ私たちはですね、私たちはここで出てきます。ここはね、半音下がってる。G からここのベース音がまた半音下がってる。こんな感じですよね。分かりますかね。その時に、この半音下げてこのベース音した時に C を。こんな感じで弾いてますよね。とにかく F シャープが入ったら、この F シャープの G の半音下がったこの親指でこの6弦の2フレット弾く G から G、 これを覚えたらいいと思いますね。ちょっと親指がいりますけど、女性で手が小さい人は難しいかもしれないですけどね、はい、こんな感じで、D 音 F シャープを覚えていただきたいと思いますね。 J チャンネルでした。